ジョンマンジロー、ジョン,マンジロ郎、ジョン,マンジロ郎、旧時代、ジョンマンジロー、英語、1827年1月27日、文政10年1月1日から1898年、明治31年11月12日は、江戸時代末期、幕末から明治にかけて、アメリン合衆国と日本で活動した、日本人である。アメリカ人からは、ジョンマン英語。 という愛称でも呼ばれた。都佐国、現、高知県出身。帰国後は、本名として、中浜万次郎、中は、ま万次郎、旧自体、中浜万次郎を名乗った。なお、ジョン万次郎という古称は、1938年、昭和13年に、第6回、直木賞を受賞した、ジョン一万次表流記、イブセマスジで用いられたことで広まったもので、それ以前には使用されていない。 日米は新条約の締結に尽力し、その後、通訳、教師などとして活躍した。万次郎、旧事態。万次郎は、文政10年1月1日、新礼期間八1827年1月27日、土佐国旗軍中の浜村、爆藩体制下の土佐高知藩治療中の浜村。 現在の高知県土佐清水市中浜で反応反漁で暮らす貧しい漁師の家の次男として生まれた。父は悦助、母は塩という。万次郎が9歳の時父が亡くなり、また母と兄が病弱であったため幼い頃から働いて家族を養った。寺小屋に通う余裕がなかったため読み書きもほとんどできなかった。それでも 十歳で中浜浦府契役を務め、今ず太平宅に下働きに出た。天保十二年一月五日、千八百四十一年一月二十七日、早朝の宇佐浦、現、土佐市宇佐町、十四歳になっていた万次郎は、足摺り岬沖でのアジサバ漁に出港する漁船に、水系、水事と雑事を行う係として乗り込んだ。仲間の構成は、船頭の筆の進む。 三十八歳。後に、ハワイで、デンと、海名を筆頭に、筆の進むの弟で漁郎係のしげ二十五歳、同じく筆の進むの弟で櫓係を務めるゴエモン、16歳と、もう一人の櫓係の虎ラエモン、26歳、そして、水系の万次郎、十四歳であった。ところが、万次郎たちは、足ず岬の南東十五キロメートルほどの沖合で、 創業中、突然の強風に船ごと吹き流され、航行不能となって遭難してしまう。5日、半、資料によっては10日間を漂流した後、伊豆諸島にある無人島の一つである鳥島に漂着し、この島でわずかな溜まり水と、海藻や海鳥を口にしながら143日間を生き延びた。同年5月9日、1841年6月27日、万次郎たちは、 アメリカ合衆国の捕鯨船、ジョン・ハウランド号が新鮮な植物を調達しようと島に立ち寄った際、乗組員によって発見され、救助された。しかし、その頃の日本は鎖国していたため、この時点で故郷へ生還する術はなく、帰国の途についた捕鯨船に同乗したままアメリカ向かわざるを得なかった。アクル1842年、日本は天保13年。 ハワイのホノルルに寄港した折、救助された5名のうち万次郎を除く4名はこの地で船を降りている。トラエモンはそのまま移住し、シゲスキは5年後に病死、筆の進むデンゾウとゴエモンは後に帰国を果たしている。一方、ただ一人万次郎は捕鯨船員となって船に乗り続け、アメリカ本土を目指すことになった。これは船長のホイットフィールドに、 頭の良さを気に入られたためでもあるが、何より本人が希望した処遇であった。公開中の万次郎は、生まれて初めて世界地図を目にし、世界における日本の小ささに驚いている。また、公開中、アメリカ人の乗組員からは、鮮明にちなんで、ジョン・マンの愛称で呼ばれた。同年、ジョン・ハウランド号は、捕鯨公開を終え、 ホイットフィールド船長の故郷であるマサチューセッツ州ニューベッドフォードのフェアヘブンに寄港した。当時この地は同国における捕鯨の一大拠点であった。アメリカ本土に渡った万次郎は船長の養子となって一緒に暮らすことになる。1843年、日本は天保14年にはオックスフォード学校。1844年、高科元年にはバートレット私塾で英語。 数学、測量、公開術、造船技術などを学ぶ。彼は寝る間を惜しんで熱心に勉強し、主席となった。民主主義や男女平等など、日本人にとって、新鮮な概念に触れる一方で、人種差別も経験した。学校を卒業後は、捕鯨船に乗る道を選び、やがて船員たちの投票により、副船長に選ばれた、投票では二人が一位になったが、 年長者に、船長の地位は譲った。1846年、降下3年から数年間は、近代捕鯨の捕鯨船員として生活していた。1850年、海衛3年5月、日本に帰ることを決意、帰国の資金を得るため、ゴールドラッシュに沸くサンフランシスコへ、私、サクラメント川を、蒸気船で遡上し、鉄道で山へ向かった。数ヶ月間、 近郊にて金を採掘する職に就く。そこで得た600ドルの資金を持って、ホノルルに渡り、土佐の漁師仲間と再会する。1850年12月17日、上海行きの商船に漁師仲間と共に乗り込み、購入した小船、アドベンチャー号を乗せて、日本へ向け執行した。開営四年、百五十一年二月二日、薩摩藩に服属していた琉球に、 アドベンチャー号で上陸を図り、番所で尋問を受けた後に、薩摩本土に送られた。海外から鎖国の日本へ帰国した万次郎たちは、薩摩藩の取り調べを受ける。薩摩藩では、中浜一行を交遇し、海明家で西洋文物に興味のあった藩主、島津成明は自ら万次郎に、海外の情勢や文化等につい質問した。成明の命により、 藩士や船田蔵に、洋式の造船術や航海術について教授。その後、薩摩藩はその情報をもとに、バイオを接中線の個室優を建造した。成明は、万次郎の英語、造船知識に注目し、後に、薩摩藩の洋学校、改正書の英語講師として招いている。薩摩藩での取り調べの後、万次郎らは、長崎に送られ。 江戸幕府の長崎奉行所等で長期間尋問を受ける。長崎奉行所で踏み絵によりキリスト教徒でないことを証明させられ、外国から持ち帰った文物を没収された後、土佐藩から迎えに来た役人に引き取られ、土佐に向かった。高知城下において、吉田東洋らにより、藩の取り調べを受け、その際に、中浜を同居させて聞き取りに当たった、川田社ロ論は、万次郎の話を記録し、 後に、氷達みを三略を記した。約2ヶ月後、帰郷が許され、帰国から約1年半後の華麗五年、1852年、漂流から11年目にして故郷に帰ることができた。帰郷後すぐに、万次郎は、土佐藩の私文に取り立てられ、藩校、教授官の教授に任命された。この際、後藤昌次郎、岩崎矢太郎などを教えている。華麗六年、 1853年、黒船来航への対応を迫られた幕府は、アメリカの知識を必要としていたことから、万次郎は幕府に、召兵され、江戸へ行き、直参の旗本の身分を与えられた。その際、生まれ故郷の地名を取って、中浜の名字が授けられた。万次郎は、江川英流の配下となり、軍艦教授諸教授に任命され、造船の指揮、測量術、 公開術の指導にあたり、同時に、英会話書、英米対話書系の執筆、ボーリッチ公開術書の翻訳、講演、通訳、英語の教授、船の買い付けなど、精力的に働く。この頃、大鳥圭介、三つくり林章などが万次郎から英語を学んでいる。安政元年、1854年、幕府剣道師団、の元の心の娘、鉄と結婚。 半校教授官の教授に任命されるが役職を離れた。理由の一つには中浜がアメリカ人と交友することをいぶかしがる者が多かったことも挙げられる。また当時英語をまともに話せるのは中浜万次郎一人だったためマシューペリーとの交渉の通訳に適任とされたがオランダ語を介しての通訳の立場を失うことを恐れた老中が スパイ2枠持ち出したため、結局、ペリーの通訳の役目から降ろされてしまったが、実際には、日米和親条約の平和的締結に向け、陰ながら助言や進言をし尽力した。万次郎は、幕府が建造した西洋式帆船の君沢型を、西洋式の航海実習も兼ねて保芸に使用する、ことを提案し、中浜万次郎が指揮する、君沢型一番、同系緩和実績は、 安政6年3月1859年4月に川沖を出港して小笠原諸島へと向かったが暴風雨により船は損傷し航海は中止となった。万延元年1860年日米修好通商条約の批准書を交換するための県米施設団の一人として関林丸に乗りアメリカに渡る。船長の勝海舟が船酔いが ひどくまともな指揮を取れなかったため、万次郎は代わって、船内の秩序保持に努めた。彼は、アメリカ人との交友を、日本人船員にいぶかしがられることを恐れ、付き合い方には注意していたとされる。サンフランシスコに到着後、施設の通訳として活躍。帰国時に、同行の福沢諭吉と共に、ウェブスターの英語辞書を購入し持ち帰る。文久元年。 1861年には、外国奉行、水野忠則に同行し、小笠原諸島などの開拓調査を、管理丸を含む4隻の艦隊で行った。中浜が、小笠原付近に知識があり、当時小笠原に住んでいた、アメリカ人やイギリス人との面識もあり、通訳もできるために選ばれた。文久2年、幕府の軍艦総連書教授となり、小船、 一番丸の船長に任命される。翌年には同船で、小笠原諸島近海に無い捕鯨を行う。江戸に帰港後、再度捕鯨公開を起とするが、政常不安のため幕府の許可が下りず、翻訳をしたり、細川淳次郎などの市民に、英語の教授を行っている。慶応2年、1866年、土佐藩の改正間接率にあたり、教授となって、英語、航海術、 測量術などを教える。また、判明により、後藤昌次郎と長崎、上海へ赴きと佐穂船、ね、ゆうがを購入。慶応三年、1867年には、薩摩藩の招きを受け、鹿児島に赴き、航海術や英語を教授したが、同年12月、武力倒幕の機運が高まる中、江戸に戻った。明治維新後の明治2年、 1869年、明治政府により、改正学校、現、東京大学の英語教授に任命される。明治3年、1870年、不屈戦争視察団として、大山岩浦と共に、欧州へ派遣されるが、発病のため戦場には赴けず、ロンドンで待機した。帰国の途上、アメリカで恩人のホイットフィールドと再会し、身につけていた、日本刀を送った。 この刀は後にアメリカの図書館に寄贈され、第二次世界大戦の最中にあっても展示されていたが、後に何者かに盗まれ行方不明になり、現在はレプリカが展示されている。さらに、帰国途上にハワイにも立ち寄り、旧地の人々と再会を果たした。帰国後に軽い脳一血を起こし、数ヶ月後には日常生活に不自由しないほどに、回復するが、以後は静かに暮らす。 自の政治家たちとも、信仰を深め、政治家になるよう誘われたが、教育者としての道を選んだ。明治三十一年、1898年、七十二歳で死去。現在は、雑司ヶ谷霊園に葬られており、墓石は、東京大空襲で傷ついている。平成二十二年十月三十一日、かやぶき木造平屋建ての成果が復元された。 入場無料、年中無休、午前8時から午後5時まで。子孫が3代にわたって同じ出版社から電気を出しているが、4代目は別の出版社から出した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。